体がエネルギーを使わないようにしてしまうということなんです。運動量を適正にするということですね。はい、皆さんこんにちは、エリーです。本日のテーマはジムに行ってもなかなか痩せない人の特徴2つです。エリー先生、ジムに通い始めて、初めはね結構痩せたんですけど、もう最近全然痩せなくなっちゃって、いやでも筋肉が増えてる分体重も増えちゃったんですよね。運動はめちゃめちゃやってるんですけど、これ私が以前フィットネスジムに勤務していた時、大げさな話、週に1回は相談を受けていた内容です。ジムの悩みあるある。ただ私がフィットネスジムで働いていた時は、正直な話、大人の事情もあって、この原因についてなかなかお話しする機会がありませんでした。でも私は運動は人生の最強のソリューションだと思っています。だから仮に相談された方がこの悩みを解決できなかったがためにジムを辞めてしまって運動する機会を失ってしまったら、それは私にとって残念なことでしかありません。今回はなかなかジムに行っても痩せない人の特徴をしっかりと解説していきます。そしてその解決策もしっかりご紹介していきたいと思います。ジムだけではなく、ご自宅での運動効果が止まってしまったという方も、それを抜け出すチャンスです。ぜひ動画最後までご覧ください。それではスタートします。さあ、ジムに行ってもなかなか痩せない人の特徴2つ。1つ目です。運動量が多すぎる。いきなりすごい内容出てきましたね。ジムに行って運動しすぎってどういうこと？実はお話しするにはちょっと勇気がいることなんですが、しっかり説明していきたいと思います。多すぎる運動量というのは、週に300分以上、週に5時間以上の運動です。特に有酸素運動。理由は2つです。1つ目、ストレスホルモンコルチゾールが出すぎる。このコルチゾール、以前の動画でもご紹介したんですが、むちゃくちゃ太るんですよ。どう太らせるかっていうと、筋肉を分解して糖質に変えて太らせます。このコルチゾールが45分以上の有酸素運動を続けると分泌が激しくなります。感覚的には運動してスッキリしたというよりも、あーだる、あー疲れたというような感覚です。さらにエネルギー源としても、30分間までの運動は糖質と脂質をメインにエネルギー源として使われますが、45分を過ぎてくるとタンパク質メイン、つまり筋肉を削ってエネルギー源にしているんです。コルチゾールもエネルギー源も45分を超えてくると筋肉をそぎ落としてしまうので、太りやすくなるというわけです。筋肉量は基礎代謝の要ですからね。運動量が多すぎると太りやすくなる理由2つ目です。体がチキン化するから。チキン？チキンじゃないよ。チキン化というのは、安静時に体が省エネ化してしまう現象のことです。これ分かりやすく言うと、長時間の運動がいつ行われてもいいように、体がエネルギーを使わないようにしてしまうということなんです。安静時の消費カロリーが下がるということですね。もちろん人間、運動していない時間の方が長いので、安静時の消費カロリーが少なくなってしまうと太りやすくなるというわけです。チキンか、怖い。解決策としては、運動量を適正にするということですね。ダイエットのための運動は、だらだら長時間動くというよりは、30分から60分間集中して動くのが得策です。私のおすすめは、それぞれ20分から30分の有酸素運動と筋トレの組み合わせ、これを週に2回から4回です。私もこのパターンで運動しています。疲れたっていうより、あーすっきりしたという感覚になれば OK です。ジムに行ってもなかなか痩せない人の特徴2つ目、モラルライセンシング。モラル、モラルライセンシングです。これ、いい行いをしたら、悪い行いをしてもいいんじゃないかなって思ってしまう心理現象のことです。モラルをライセンス、許可するといったイメージですね。これは、スタンフォードの自分を変える教室という本の中で、スタンフォード大学の健康心理学者、キリン・マクゴニカル教授が発表した内容になります。話はちょっとそれますが、このキリン・マクゴニカル教授、私個人的にめっちゃリスペクトしてるんですよ。簡単に彼女の紹介をすると、ストレス対策や意志の力、ウィルパワーについての論文がむちゃくちゃ有名です。なんですが、このケリー・マグゴニカル教授、めちゃくちゃお綺麗なんですよ。どうですか、すごい美人、憧れます。1000万回以上再生されているテッドの動画もありますので、見目麗しいケリー教授のスピーチをご覧になりたい方は、ぜひ概要欄に貼っときますので見てみてください。むっちゃいいですよ。話を戻すと、モラルライセンシングは具体的にこんな場面で起こります。
ます。今日はいつもより1時間勉強を多くしたから、明日は勉強置いといて1日フリーに遊んでもいいかな。今日は電車でおばあちゃんに席譲ったから、これポイ捨てしてもバチ当たらないよね。このいいことをしたから悪いことしても大丈夫なんじゃないかという感覚、一度は感じたことあるんじゃないでしょうか。このモラルライセンシング、ジムの場面ではこんな風に起こりがち。今日はジムに行ったからビール2本飲んじゃおう。先週3回ジムに行ったから今週サボっても大丈夫だよね。あるあるでしょ。このモラルライセンシングは目標達成を妨げる心理現象と言われていて、いいことして自己満足した後は判断能力がむちゃくちゃ下がるんです。これ人間の本能。エリーさん、このモラルライセンシング人間の本能だったらどうすりゃいいんですか。防ぎようがないじゃないですか。そう思われた方、安心してください。対策はあるんです。しかも2ステップでむちゃくちゃ簡単なもの。モラルライセンシングを防ぐ方法。ステップ1、モラルライセンシングがあると知る。そう、もうあなたは第1ステップクリアです。そしてさらにジムの後、今日なんか食べちゃおうかなと思った時、あ、これがモラルライセンシングなんだと気づいたらさらに OK。 ステップ2、どうして私ジムに通ってるんだっけを思い出す。あなたにとっての目的、ジムに通っている理由はダイエット、健康のため。その目的を思い出すことで悪い行いをするという気持ちを抑えることができます。簡単ですよね。モラルライセンシング、いいことをした後は悪いことをしたくなるということを知って、ジムに行く目的を思い出す、たったこれだけ。ぜひぜひお試しください。さて、いかがだったでしょうか。ジムに行ってもなかなか痩せなくなった、逆に太ってしまったという方は、もしかしたら今日の内容に当てはまることあったかもしれません。簡単におさらいしましょう。ジムに行ってもなかなか痩せない人の特徴、1つ目、運動量が多すぎる。解決策はだらだら長時間動くのではなく、30分から60分の間で集中して運動を行いましょう。2つ目、モラルライセンシング、いいことをした後は悪いことをしたくなるといった心理現象のことでした。解決策はジムに行くとモラルライセンシングが起こりやすいということと、なぜジムに通っているのかを思い出すという2つのステップでした。ダイエットのために運動されているという方とても多いと思います。でもね、やっぱりやり方によっては効果を感じられなくなってしまうとか、そして停滞期というのも確実にあります。仮に今効果が感じられなくなってしまっていても、ぜひ今回の内容を頭の中に置いていただいて、運動ぜひ続けてほしいです。運動は人生における最強のソリューション。私がなぜそう思うのかについてはまた別の動画でお話ししますが、ケリー・マクゴニカル教授のスタンフォード式人生を変える運動の科学、ジョン・ジェイ・レイティ教授の脳を鍛えるには運動しかない、日本では樺沢紫苑先生のブレインメンタル強化大全、こちらの本にも運動の可能性、運動が人生にめちゃくちゃいいよっていうことがたくさん書かれています。適度な運動があなたの人生を快適で豊かにしてくれるのは間違いありません。ぜひこれからもジムやご自宅で運動を続けていってくださいね。本日も動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。私は今仕事を頑張る女性のために自宅で行うボディメイクプログラムを主催しています。信頼される見た目になりたい、体型のコンプレックスを解消して自信を持ちたい、生活スタイルを整えて仕事で成果を出せるようになりたい、挫折せずにボディメイクをやり遂げたいという方は概要欄に詳細を載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。そして本日の内容少しでも参考になったよという方は、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。これからも仕事に頑張る女性が魅力的でスマートになるためのボディメイク方法をたくさん準備して待っていますので、ぜひまた遊びに来てくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。エリーでした。私のライフルです。